自民党の派閥の政治資金問題を受け、自民党と公明党は26日に召集される通常国会で政治資金規正法の改正に向け与野党で協議する方針を確認しました。いろいろここのところは課題が多いので、政治資金等の改正等もあるかもしれませんので、そういったところにはやはり与野党ともに議論しながらですね、この資金の話もしていきたい。自民公明両党の幹事長と国対委員長の会談では、2024年度予算案の早期成立に向け政府与党で連携することや、政治資金規正法の改正について野党側と協議していく方針を確認しました。収支報告書に不記載などがあった場合、会計責任者だけでなく議員本人も処罰の対象となる連座制の導入や、使途を公開する必要がない政策活動費の是非などが焦点となります。